電池切れちゃった。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。サナちゃん見てる？くるぶしです。ちょ待ってですよ。それいつも言えないで俺どうしていいか分かんない。くるちょもチャンネル始まりました。始まった。今回はですね、なんかちょっと懐かしい感じしますけど。え、何は何、あ、あれ移り的な感じも、ああ初期のくるちょもの感じですよこれ。あ、なんか懐かしい感じするね。あ、ももちゃん久々なんでこれこのカメラを。まあくるちょもも始まって、はい、早3ヶ月ということで、はい、3ヶ月の間に、うん、我々、うん、くるちょものために、うん、散々散財してますけど、はい、何に散財してるのかっていうのをいろいろ詳しくみんなに紹介していこうじゃないかと。お、いいですね。なかなかマニアックな、ね、マニアックな回ですよ今日は。ほんまにこのチャンネルが盛り上がっていけば、うん、俺らフェラーリとかが買うからあの、そしたらフェラーリ買った動画もとかね。そうだね、うん、でこれからなんかその新しいもの買った時は、うん、紹介していってもいいかもね。ルネッサー唐突俺もやりたかったの。くるちょもチャンネルで使ってる機材、うん、今日はね、うん、紹介していきたいなと思うんですけど、まずは何といってもこのメイン、メインですね。この子がいないと、うん、もうくるちょもチャンネルはもう成り立ちません。はい、はい、カメラを買いましたよくるちょもチャンネルために。こちらです、ソニーさんの α6400。 ピントが合いませんこのピントが合わないくらい懐かしいな合わへんねんなこの子。あのね、くるちゃんの顔にいっちゃうね。ほんで俺の顔にもいっちゃうね、隠れてですね。はい、α6400、これね、めちゃくちゃいいカメラですよね。いやー、こうだなちょもちゃん、これ買った時さ、うん、前の日寝れなかったとか、なんかどっか嬉しくていや、そうねこのカメラ、ちなみにどんな機能が。今、この撮ってるカメラ、うんうん、これはキヤノンさんの一眼レフで撮ってるんですけども、あの、そもそもやっぱこのカメラ自体は動画を撮るもんじゃないんですよね。撮れるけど、ほうほう、うん、やっぱ写真をやっぱメインとして撮るもんやから、うん、はい、ただ、うん、やっぱこちら α6400、うん、こっちはもうソニーさんが、うん、もう動画でおっと歌って今年発売されたその α のミラーレスシリーズでは一番新しいカメラですけど、動画用オートフォーカス、人の顔とかをこうね、前出たり後ろ出たりしても、うん、やっぱその食いついて離さへんかったりとか、食いついて離さないやばいな。ごめんね。まあそもそもカメラとしての性能も高いし、じゃあもう動画に特化してるっていうことは完全にこう本当にプロ仕様のハメ撮りとかしたい時にいいかもしれない。そうですねもう筋までくっきりですかねこれ。そうですね今日こういう感じでいくからじゃあちょっとソニーさんにチェンジしてみたいと思います。おせーの、こんな感じです。すごい、全然ちゃうねこれ。最近はもうこれ撮ったから、うん、こっちに慣れちゃってたけど、いや改めて変えると結構やっぱ違うんで。違うね、うん、ソニーさんありがとうございます。ありがとうございます。あのステマ絶対やりますね僕。いや本当にいろんな商品のステマを買ってくださいよろしくお願いします。第一がこの、ね、カメラということで。いや本当にこれはあの初代というかさっきのね、はい、写真はね全然まだこっちでバンバン撮るし、うん、まあ、やっぱそれぞれの使い道って感じですよね。そんな感じでどんどん紹介していきましょうよ、はい、相棒たちを。おくるちゃん行く。くるちゃんこちらジンバルです。おー、うん、びっくりした。大きいローター出てきたかと思ったごめんねこちらがですね、あ、電池がねえな。あのまあどんだけ動いてもブレない。そう、そうね、もうこの今このカメラ、ここ iPhone 見てください。 iPhone ね、位置がずれないすごい位置がずれないね。すごい、このあの映画泥棒並みにこの顔の位置これはね、あの何がいいって、例えば、機上位してる時に、うん、あの、撮りたいなっていう時もあるじゃないですか、たまには。で、そういう時にも、こう、全然ね、あの、ぶれないというか、ちゃんと、あの、この、ターゲットから、あの、しかも、追尾してくれるんですよ。
このジンバル、くるちょもチャンネルの方でもですね、たまに使ってます。うん、そう。気軽にね、撮れるんで。そう、あのね、出せ撮りの着せられた時のね、全身舐めはね、これで撮ってますよね。そうです、そうです。あれはね、俺の周りをこれを持ってくるちゃんがくる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 回ってましたからね。ちょっと一回見てみてください、あの時の動画とかを。もう。全然手ぶれしてないから。ね。うん。台車使って撮ったような感じに撮れるんで。そうそうそう。皆さんも旅行行く方とか、うん、運動会で自分の息子撮りたいとか、そういうのめちゃくちゃおすすめなんで。便利よね、ほんまに。うん。これあるだけで全然変わる。そう。カメラ自体についてる手ぶれ補正のレベルじゃないからね。うん、そうだね。うん、あれは、ガチガチガチって動くのをちょっと滑らかにするぐらいやけど、うん、やっぱこれはもうやっぱ明らかに違うもんね、映像として見た時に全然違う、びっくりした俺も、うん、最初家の中走り回っちゃいましたもん。嬉しくてくるぶしとしてはまず一番お気に入りの機材、うん、スタビライザーとかも言うんですけどね。そうですね、うん、スタビライザーとかジンバルとかね、言い方はいろいろありますけど、うんうん、楽しいよね。楽しい、うん、ということで、くるぶしは、巨大ディールドでしたね。次俺行こうかな。はい、うん、またカメラつながりにもなりますけど、はい、まあ、これいるんかなって撮り始めてちょっとしたぐらいにゲットしましたけども、うん、こちらですね、 GoPro ちゃん。あー、いいですね。アクションカメラですね。いいですね。いや、もう YouTuber としては GoPro は結構 ね、まあ持っとった方がいいかなと思って。おう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 、防水っていうのも強いし、うん、川とか海とかでなんかやんちゃする企画があれば、まあ、GoPro が活躍もするやろうし、いい、ね、ただやっぱね、この子の難点としては、うん、屋内撮りにすごく弱い。あ、うん、屋内に入るだけでめちゃくちゃ画質が悪くなっちゃう。その代わり自然光の下やとめっちゃ綺麗。こんだけ照明焚いて明るくしてても、うん、それでもやっぱこれで撮るとダメなんだ。ノイズがすごい。まあ、この3ヶ月間でいろいろ詳しくなりましたね。ほんまに。これちなみに GoPro 何なんですか？これね、GoPro ね、でもあの、Hero 5ってやつで、うんうんうん、前の方なんですよね。今はね、7、Hero 7まで出てて、はいはいはい、7になると、だいぶ解消されてるみたいやし、うん、性能も上がってるみたいなんですけど、5と6ではそんなに差がなかったっていうので、ちょっと5をまず試しに買ってみたんですけど。なるほどね。7は近々ゲットしようとは思ってます。おー、うん、やっぱ水に強いってことは、やっぱりこう、お風呂の中で、やっちゃってもそれをさ記録したいっていう時もあるじゃない。だから結構 GoPro とかいいかもしれないですね。しかもこの GoPro ってあのかなり広い範囲撮れるんですよ。だからちょっとハメ撮りとか嫌だなっていう女子がいる時はさっとちょっと置いてあのやれば入っちゃうから、あのぜひ使ってみてね。そうですね。いやマジでマジで言ってるわ。あとアクセサリーがねめちゃくちゃあるんよ。そうだからなんかそれこそここにつけたりもできるし、はいはい、まあ俺そのアクセサリーは買ってないけど、俺が買ったアクセサリーはこの自撮り棒なんですけど、はいはい、これちょっと今バラしてるけど、その3ウェイの自撮り棒で、それ憧れてる俺。こういうやつでしょ。そうこういうやつ。でももう今や3ウェイでほぼほぼ使ってない。え、なんで？どういうこと？もうこの状態、もともとは、こうなんですよ。あ、そうだよね。うん、こうですね。まあ、この中に、まあ、GoPro ちゃんをね、はめるんですけど。ね、あれですね。パチンと。ああ、いいっすね。で、まあ、3ウェイなので、まあ、ちょっと緩めて、まあ、こういう感じですよ。これでもいいね。ただ、この状態であんま使うことがないもんね。こう。そう？なんか、羨ましいけど。うん、俺がほんまこれをこの状態にして使ったのって、うん、1回そのマロのお散歩動画みたいなのを撮ったことがあって、はい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 、でその時にマロをこう紐でリードでこうやりながらこうやってマロの表情を撮って、ああなるほどね、わかりますかね、こうですね。下向きにそう下向きにして、おう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 、これこうするってことはなかなかないし、なんかよくさ、ディルドみたいなこれ。本当だ。これディルドみたいな。